こんにちは、レイです。皆さんは自分の前世って何だったかご存知ですか？どこかの国の貴族？それとも凶悪な犯罪者？非常に興味深いですよね。世の中には実際に前世の記憶を持ったまま生まれてくる子供もいると言われています。その多くは5歳ぐらいでその記憶が消えるみたいですね。今回は生まれ変わり輪廻転生の実例を5つご紹介しますね。焼かれた少女。ミャンマーのマー・ウィンターという少女は3歳の時、自分の前世はミャンマーに派遣された日本兵で、その後拘束され木に縛られて焼かれてしまったと証言しました。彼女は短髪を好み、まるで日本人のような振る舞いをしていたといいます。実際に過去を調査すると、日本兵を拘束し火を放ったという記録があるそうです。さらに彼女の手には生まれつき不思議なあざがあり、それはまるで縄に縛られた時の跡のようだったといいます。父親に食べられた。タイの少年ダラウォンには実の父親に食べられてしまったという記憶がありました。ダラウォンによると、彼の前世は蛇で、自分の父親に仕留められ食べられたといいます。このダラウォンの証言を聞いた父親は、全て事実だったことにとても驚いたといいます。さらに蛇だった頃のダラウォンは死の間際に父親の肩に噛みついており、実際父親の肩にはその時の傷が残っていました。このように輪廻転生では動物から人間に生まれ変わったとされる実例も多く報告されているんですよ。なぜ女の子なの？イギリスの少女ニコラも輪廻転生の実例として有名です。彼女は2歳の時、前は男の子だったのに、どうして今度は女の子なの？と母親を驚かせたのです。その後もニコラは前世の記憶と思われる証言を繰り返しましたが、母親はニコラの話をあまり信じていませんでした。しかし、徐々に娘が知るはずもない土地のことや出来事を話すようになり、信じざるを得ない状況になったのです。さらに、ニコラは自分の前世は電車に轢かれて亡くなったと語っており、輪廻転生の研究者であるピーター・ハリソンとその妻メアリーが調査したところ、ニコラの前世と思われる少年が実在していたことが確認され、実際に電車事故で亡くなっていたことも判明したのです。兄が弟に？2歳という若さで癌により亡くなったケビンという少年。亡くなった時の彼は癌により左足の骨と頭蓋骨、左目に障害が出ていました。その後、悲しみに暮れる両親のもとに生まれてきたケビンの弟のパトリックには、ケビンと全く同じ症状を持って生まれてきたのです。さらにパトリックは、自分には兄のケビンの記憶があると証言し、ケビンが受けた手術の内容を細かく知っており、自分が生まれる前に住んでいた家に帰りたいと語ったのです。これは兄弟間で輪廻転生が起こった実に珍しいケースと言われているんですよ。戦死した少年。米国の少年ジェームスには第二次世界大戦の記憶がありました。記憶の中の彼はアメリカの戦闘機のパイロットで、日本の硫黄島で銃撃により亡くなったといいます。両親は初めのうちは半信半疑でしたが、毎晩のように墜落するぞという寝言を上げる彼を見て、やがて輪廻転生を信じるようになったのです。さらにジェームスは、両親でさえ知らない軍事用語を知っていたり、それを調査に来た研究者に対し当時のことを詳しく説明して驚かせたといいます。いかがでしたか？皆さんも前世気になりましたか？悲しい時代を生きていたのだろうか、そして人間だったのだろうか、気になりますよね。今の自分があるのも前世のおかげかもしれません。もしかしたら自分にも5歳までに前世の記憶があったのかも。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。起立。レイ。またねー。